系統研究所、系統研究所、財団、系統研究所、財団、加藤とも、加藤インスティチュートは、アメリカ合衆国ワシントン DC に本部を置く。リバタリアニズムの立場から、公共政策と政府の役割に関してこうに疑問を、提する形で、公共政策に、伝統的なアメリカの原理としての、小さな政府、個人の自由、市場経済、 平和などの拡大のための議論を深めることを使命として掲げるシンクタンク。研究所は1977年カリフォルニア州サンフランシスコでエドワード・クレーン、マレー・ロスバード、チャールズ・ジー・コークラにより設立された。研究所の名前は18世紀の二人の英国人によるジョン・ロックの思想を広めた随筆、系統の手紙にちなみ、ロスバードによって命名された。その後、 ロスバードとクレーン、コークとの意見の相違が目立つようになり、1981年にロスバードは研究所を離れた。同じ年に本部をワシントンへ移し、キャピトルヒルに並ぶシンクタンクの最初のものとなった。そして1993年、現在地のマッサチューセッツ通りに移転した。2002年12月、ケイト研究所のウェブサイトは、ウェブマーケティング協会の 最も参考になるウェブサイトに選ばれ、またアレクサインターネットの調べでは9月までの過去3ヶ月間で最も人のあったシンクタンクのサイトに位置づけられた。新自由主義を標榜することから共和党に近いとされるが、公式には無党派であり、また同党の宗教右派とは対立している。個人の自由を最大限に尊重するとの観点から最低賃金の廃止、 麻薬取り締りの停止、女性や少数民族に対する積極的差別是正措置の否定、在外米軍基地の閉鎖と他国の戦争への不介入などを掲げる。実際にはフェデックス創業者のフレデリック・ダブリュー・スミス、ホックス CEO のルパート・マードック、アルトリア、ジョン・エム・オリン財団や、チャールズ・コークなど共和党と系統研究所の層に巨額の寄付をする者も,も多い。 また、ケイトウ研究所も他のシンクタンクの例に漏れず、ワシントンに集まる、共和党関連の作家や、ロビーストなどの人材を抱えている。これらに関かかわらず、共和党とケイトウ研究所の間には、立場の違いがある。共和党員で、ケイトウ研究所の自由放任経済を支持する者は、少なく、その証拠として、ケイトウ研究所も強く支持していた205年の、 ジョージ・ W ・ブッシュの社会保障のさらなる民営化案が共和党多数の議会で審議拒否されたことを挙げる場合もある。経済政策以外の面でも政府の介入を嫌う性格からブッシュ政権の強権発動に対しては批判的であった。経党研究所はその社会保障の民営化計画を1995年に策定し2002年には民営化という用語を嫌った。 共和党員へのレトリックとして社会保障選択計画へと解明した。系統の案は社会保障を費用者にその負担分の半分に投資する権利を与え、その分将来社会保障を受ける権利差し引くというものが含まれていた。この案は個人による投資がリスクによる総細分以上に利益をもたらすという前提であり、議論となっている。 エクイティプレミアムパズル論と同じ前提からのものである。外交、治安政策については、湾岸戦争、イラク戦争などに代表される、アメリカ政府の対外介入路線への批判、同盟政策における米軍の海外展開、前方展開戦略や、同盟国への過度のコミットメントへの批判的提言という共通性を有している。日米の同盟関係についても、 在日米軍基地の撤廃や日米安保の全身的解消によるアメリカの関与の極小化を主張してり、その代替手段として核武装も含む日本の自主防衛推進を主張している。国内の治安政策でも同様に米国愛国者法への反対や同性愛行為を違法と定めたテキサス集計法などを意見とした203年の 連邦最高裁によるローレンス対テキサス州事件の決定を指示したことで知られる。系統研究所はまた米国のいくつかの州で行われた1998年のタバコ産業規制を強く批判し、労働力の確保や警察力の削減の視点から移民規制の緩和を主張し、財政赤字の際の企業に対する増税に反対して、米国憲法に 近郊予算拒否権条項を設けるように主張している。系統研究所はまた地球温暖化に対しても、科学的な主流派とは異なる温暖化会議派の立場から報告書を発表し、2003年12月以降、いずれも温暖化会議派であるパトリック・マイケルズ、ロバート・ボーリング、ジョン・クリスティラを雇い入れ、としている。温暖化と異常気象を関連付けた二千三年五月の、 ワールドウォッチレポートに対しても、ジェリー・テイラーは、とした。ケイト研究所は定期観光物として、加藤ジャーナル、レギュラーシオンなどを発行し、加藤シュプリームコートレビューや、加藤ポリシーレポートなどと題して、制作研究や書籍の販売を行っている。また彼らは1977年から1984年まで、 インクワイアリーマガジンを発行していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。